そうですね、きついですね、なかなか、いい疲れが来てます。怪我ばっかりでもね、もう一回こう、体力作りというか、鍛える意味でも、まあ、技術云々はね、後に鍛える次ぐらいですね。うまくこう、会話もしていただいてるし、なんていうんですかね、いいアドバイスもいただきます。そうですね、もともとね、チームの選手自体はね、すごく、明るい人が多いので、まあ、こういう雰囲気はね、ずっとあるし、このキャンプに来てもね、それは全く変わってないので、いいことじゃないかなと思います。坂口です。2年間、まともにチームに貢献できてなかったんで、来年は復活目指して頑張っていきます。応援よろしくお願いします。